バックストレッチ誘導員をかわした7番の斉藤です。2番の引き地は一旦車を下げて7番手に抜け出しました。8番の田中が結局6番手に下がってきて、中段4番手キープしたのは3番の渡辺正幸です。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、7番の斉藤がぐっとペースを上げました。2番手1番の渡辺和弘、3番手9番の山下、4番手3番の渡辺正幸つけていますが、7番手2番の引き地は少し前と車間が空いている。バックストレッチ2番の引き地懸命にまくっていくが、まだ中段あたりです。7番の斉藤が先頭、2番手ですが1番の渡辺和弘内を救ってきた。3番渡辺正幸、4コーナーから直線、7番の斉藤が粘るところ、追ってきたのは3番渡辺正幸、渡辺正幸がかわしたか。